はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、水溜りボンドさんがアベマ TV でやっているですね、次世代のクリエイター、次世代の YouTuber を作り出すですね、番組がですね、あまりにカオスすぎるということに関するですね、ニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、皆さん知ってますかね、今ですね、アベマ TV っていうですね、まあ、ネットのテレビ局の方でですね、水溜りボンドの青春動画層っていうですね、番組がやってるんですよね。で、これレギュラー番組としてやってるんですよ。はい。で、これの番組って、まあ、要はですね、水溜りボンドさんが MC となって次世代のですね YouTuber を育てようみたいな、まあ、そういった形のねまあ企画番組なんですね。はい。ただですねこの番組がですねはっきり言って結構評判が悪いんですよね。うん。というのは何かっていうとあまりにも内容がめちゃくちゃすぎる。これってこんなことする意味あんのみたいな。要はそのですね一言で言うとカオスね混沌とした感じのね内容になっちゃってるんですよね。はい。今回の動画はですねなぜですねこれがカオスすぎるという風に言われてしまっているのか。そしてですねなぜですねこんな番組をアベマ TV を作ったのかっていうですね。まあ、この辺に関していろいろとね、僕なりに話の方していきたいと思います。はい。まずなんですけども、このね、水溜りボンドの青春動画層というのは一体どんな番組なのかってことをね、ざっと話していきたいと思います。これ何かというとですね、いわゆるですね、こう、リアリティショー的な番組っていう風に言ったらいいですかね。はい。まあ、いわゆるその地上波で言うとですね、テラスハウスとかあったじゃないですか。ね、男女何人かが一つの家に住んで、それをこう、ドキュメンタリー的な感じでカメラでずっとね、日常を撮り続けて、で、その中でこう、恋愛が巻き起こっていったりとか、時に喧嘩したりとかね、みたいなね。はい。まあ、ちなみに本気のテラスハウスはですね、大ヒットしてましたけども、まあ、ある女性がですね、すごくその結果バッシングを受けてですね、お亡くなりになるということが起きた結果、まあ、テラスハウスはまあやめちゃったと言いますか、うん、番組自体はなくなっちゃいましたけどね、はい、まあ、いわゆるこういうですね、このリアリティショー的な番組なんですよね、はい、流れとしては何かっていうと、まずですね、男女8人のクリエイターがですね、若手クリエイターが共同生活を送るんですよね、共同生活を、うん、で共同生活を送っていて常にカメラは回しっぱなしなんですよ、まさにこうドキュメンタリー的な感じですね、はい、でその中でその相方を探したりとかしながらですね、時に恋愛的なことも生まれながら、その次世代のスターとなり得るコンビをですね、見つけていくっていう内容なわけなんですね。で、それを、その水溜りボンドさんが別のところでこう MC しながらまあ見るっていう感じなんですよ。はい。で、時にですね、そのね、動画の構成だったりとか、サムネイルだったりとか、その動画の尺だったりとか、ジャンルの選び方などをですね、水溜りボンドさんが公表したりとかですね、アドバイスを送りながら、まあ、次世代のスターをね、目指すって感じなんですね。はい。だからいわゆるですね、YouTuber、育成ドキュメントプログラムみたいな感じに、なってるわけなんですね。はい。でですね、現在これはですね、週に1回配信されているですね、現在5話とかまでですね、行ってるんですね。はい。ちなみにですね、この5話までのタイトルがですね、またなかなかすごいんですよね。まさにドキュメンタリーと言いますか、はい、感じなんですよ。ちょっと1話から5話までざっと言いますけども、第1話が夢つかみたい、相方探す男女8人共同生活、第2話がですね、相方に必要なものって何っていうですね、第3話がですね、助けてあなたが必要なんだとかですね、第4話がですね、見てほしい、でも怖い、第5話がですね、仲間からライバルをっていうね、はい、感じなんですね。うん。まあ、そんな感じのですね、内容になってるんですよ。はい。で、この内容がですね、とにかくカオスすぎるっていう話なんですね。はい。じゃこれなぜカオスすぎると言いますか、なぜですね、みんなの共感を得ないかってことなんですけど、まあ、一言で言うとですね、要はですね、これって共同生活する意味あるっていうね、ここなんですよね、ここ。はい。まあ、いわゆるですね、その未来のね、スターを目指した YouTuber を育成するために、まあ、いろいろね、企画をしていくみたいな、そういう番組は全然あっていいと思うんですけど、男女8人でね、その家に住んで、それって意味あんのっていう話じゃないですか。ね、YouTuber 育てるのにそれ意味あるっていうね。うん。話なんですよ。はい。で、実際もね、この8人が家でね、住んでるからこそいろんなトラブルとかも起きたりするわけですよ。ね、ライバル関係になったりとか、お前が気に食わないとかどうだとかですね、時に恋愛的なものとか起きたりするんですけど、あれ、それってでも、次世代の YouTuber を育てるのに、それ必要あるのかなみたいなね、話なんですよ。はい。でですね、じゃあなんでね、こんなめちゃくちゃな内容になっちゃってるかっていう話なんですね。はい。まあ、ほんとカオスと言いますか、混沌としてると言いますかね。はい。なんでこんなことをしちゃってるかっていうと、まあ、これはですね、一言で言うと、アベマTV お得意のですね、リアリティショー要素を入れ込むことによって、視聴者数を増やそうとした結果なんですよね。はい。これどういうことかちょっと一から話していきたいんですけども、うん。まあ、そもそもなんですけどね、皆さん、アベマ TV っていうのはですね、何が結局今一番ヒットしてるかっていうと、恋愛リアリティショー、この一択なんですよね。まあ、もともとですね、このアベマ TV が始まった時っていうのは、その地上波に次ぐネットので、ね、新しいテレビ局を立ち上げようっていうことで始まったんですよ。でですね、最初の頃はですね、結構こう、バラエティ番組とかに力入れてたんですよね。いわゆるその芸人さんたちをどんどん起用してですね、その今時、もうテレビでは絶対できないようなね、新しい過激な企画をね、ネットならではの企画でね、攻めていこうじゃないか、みたいな感じで、
しい番組がバン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 ってたくさん立ち上がったんですよ。まあ、ただこれがね、アベマ TV も始まって5周年くらいかな、経つと思うんですけども、今ですね、軒並み終わっちゃったんですよね。はい。まあ、もちろん今でもバラエティ番組はしっかりありますけど、でもですね、昔のね、この開局当時に比べるとですね、すごい勢いで終わっちゃったんですよ。はい。じゃあね、そのね、今このね、アベマ TV、何がね、このアベマ TV を支えてるかっていうと、柱は2つあるんですね。1つは何かっていうと、アニメですね。アニメ。これめちゃくちゃ強いです。はい。まあ、いわゆるですね、その主要のね、地上波で言ってるアニメの結構な数がですね、放送終わった後にですね、すぐアベマ TV の方で配信されるんですよね。はい。まあ、要は見逃し配信ってやつですね。はい。だからアベマ TV で見る人がすごく多かったりします。で、さらに言うとですね、定期的にですね、まとめてね、こう、一挙配信とかもやってくれるんですよ。で、しかもそれがですね、つい最近放送されたね、話題のね、アニメとかもガンガンやってくれるんですよね。まあ、例えばつい最近で言うと、呪術廻戦がですね、1話目から最終話までですね、全部一挙放送とかされて、これもすごい再生数とかね、視聴者シェア数とか言ってるんですよ。はい。だからいわゆるそのアニメファンのですね、熱い支持を結構受けた部分があるんですよね。で、次にですね、これね、今から話したのがメインのところなんですけど、恋愛リアリティショーなんですよ。恋愛リアリティショー。うん。まあ、いわゆる、先ほど言ったテラスハウスみたいにですね、男女何人かをで集合させて、何かしらの行動をみんなでさせる中で、そこで、ね、恋愛、友情、ね、そこで訪れるドラマ、みたいなね、そういうのをこう密着してカメラで撮って、それを芸能人の人たちが別室でモニタリングしてみて、ワイ、ヤイのヤイの言うっていうね、はい。まさに、リアリティショー系の番組ですよ。で、これがね、めっちゃヒットしたんですよね、アベマ TV で。うん。で、実際問題ですね、これヒットした要因として何かっていうと、出演者がめっちゃ若いんですよね。まあ、いわゆるですね、その、高校生、女子高生と男子高校生の恋愛リアリティショーとかやったりするんですよ。で、そうすると当然ですけども、やっぱり中高生くらいの女子がめちゃくちゃ見るわけじゃないですか。で、そこでして再生数、視聴者数が爆上がりしたんですよね。で、その結果何が起きたかっていうと、アベマ TV はですね、そこに気を良くしてですね、そういったですね、恋愛リアリティショー番組をですね、めちゃくちゃ作りまくったんですよね。はい。もういろんな種類、今本当に何十種類もあるんですよ。めちゃくちゃな数。うん。ね、もうですね、こんなのまでやんだって、みたいなね、そんなヘンテコリンなやつもあったりするんですね。例えば一番僕びっくりしたのが何かっていうとですね、家庭教師と生徒の恋愛っていうわけわかんないやつがあるんですよ。これ何かっていうと、あるですね、選ばれたですね、その先生役の男と、女性役の、ね、これ高校3年生の女子なんですけど、この二人がですね、なんか半年間か何ヶ月かかけて、一緒になって勉強していくんですよね。で、勉強していく中で、まあ、最終的にね、この子は果たして、学校、大学を合格することができるのだろうか、そしてこの二人の間に恋愛が生まれるのかみたいなね。はい。つまりその恋愛リアリティショー要素に勉強受験をさらに乗せてみたみたいなね。はい。こんなめちゃくちゃなパターンまであるんですよね。はい。まあ、つまりこんなめちゃくちゃなパターンが出てくるくらいまで今多種多様のね、恋愛リアリティショー番組がですね、アベマ TV には死ぬほどやってたりするんですよ。で、実際問題ですね、この番組からですね、TikTok のですね、フォロワー数とか YouTube の再生数がとんでもないことを言ったですね、いわゆるその YouTuber、TikToker が生まれたりとかしてるんですよね。まあ、なので言ってみたらこの番組に出ることがですね、もうすでにですね、大きな広告といいますか、うん。一個のステータスみたいになってるんですよ。はい。別にそこで彼氏彼女できなかったとしても、その後ネットのスターになるみたいなパターンがいっぱいあるんですよね。まあ、だからいわゆる何が言いたいかっていうと、今回の青春動画層っていうのもですね、その要素を入れることによって、若い人たちに見てもらおうとしたんじゃないかと、より見てもらおうとしたんじゃないかなって思うんですよね。はい。まあ、だから実際まで僕思ったのが、ぶっちゃけじゃあこの青春動画層でね、できたコンビだったりとか、YouTube グループがですね、面白いか面白くないかなんかで、なんてね、もう関係ないんですよ。ね。動画のクオリティなんて関係ないんですよ。こういう風に毎週のようにですよ、密着してもらってそれが何週も流れるってことが史上最強の広告宣伝効果を持ってるんですよね。まあ、なのでまあ、このね、この青春動画層の中でグループを組んだりとかまあ、クマンカッタルとかいろいろあると思うんですけど、まあ、どっちにしろですよ、ここに出たメンバーたちは全員 YouTuber として売れるんですよ。 100% ね、 YouTube なり TikTok なりですね、動画活動を始めればですね、確実にですね、再生数爆上がりしてお金ね、大金を稼げるわけですよ。はい。まあ、だからまあ僕としてはですね、うん、メインとしてはね、やはりこのメインとなってしまってる部分は何かっていうと、このね、リアリティショーっていうんですか、この男女8人の生活、物語を経てどうなっていくのかっていうことだったりとか、うん、ね、なわけで、そこをね、メインとして、まあ、アベマ TV も作ってるんですよね。うん。まあ、だから、何が言いたいかっていうんですよ。何が言いたいかっていうと、なんかその次世代のクリエイターを作るとか何とか言ってるけど、結局その動画のクオリティとかそういうことうんぬんとかじゃなくて、っていうね、この8人の生活っていう部分がメインになっちゃってるから、もうわけわかんないよねって話なんですよ。そしてこのわけわかんなくなっちゃってる
ている部分が結果としてですね、一番の広告宣伝になってますから、うん、結果として動画のクオリティ云々とか関係なくに別にですね、このね、この男女8人がね、この今回のそのレギュラー番組のこれが終わった後にクリエイターになったら 100% 成功するよねっていう話なんですね。はい。まあ、なのでですね、なんかこうやりたいことはわかるんだけども、そういう形式のね、見せ方っていうか演出をしたりとかしたら、本筋がめちゃくちゃぶれないかなっていうふうになんか思っちゃいましたかね。はい。まあ、まあ多分ね、アベマ TV としてもね、やっぱりヒットしてる恋愛リアリティショー、いわゆるそのリアリティショー要素を入れたいというのはわかるんですけども、うん、なんか結果としてぐちゃぐちゃな感じのね、なんか柱がないっていうか、一本筋が通ってないような、よくわからない演出になっちゃってるかなっていうふうに僕自身は感じましたかね。はい。というわけですね、今日はこの辺でルバスコの話ですね、ちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録とコメントだったらね、ぜひお願いします。どうもありがとうございました。